皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。アニメ、広角機動隊、草薙素子役などで知られる声優の田中敦子さんが、8月20日に亡くなった。61歳、所属事務所の公式サイトと、息子で声優の田中光が自身の X にて報告した。写真、息子と笑顔で2ショット、生前の田中敦子さん不法全分。田中光は X にて、 いつもお世話になっている皆様へ、と切り出し令和6年8月20日、私の実母であります声優田中敦子が永眠いたしましたと報告。田中敦子を愛してくださったファンの皆様、生前お世話になりました業界関係者の皆様、本人に代わりまして、陳車いたします。このような形で親子関係をお伝えすることとなりまして、非常に残念でなりませんと惜しんだ。 本人の意向により具体的な病名は伏せさせていただきますが、約1年に及ぶ闘病生活も含め、真面目で凛々しく、ちょっぴりおちゃめな田中らしい人生だったように思います。こんなに自慢の母を持つことができ、本当に幸せですと闘病生活だったことを説明。最後になりますが、田中厚子が真摯に携わってきた作品を、 田中敦子が愛情を注いできたキャラクターを、田中敦子という声優をどうか忘れないでください。尊敬する女優、声優であり、愛するお母さんへ愛を込めて、とつづった。また、田中敦子さんの所属事務所も公式サイトを通じて、弊社所属俳優田中敦子儀、61歳、病気療養中のところ、薬石こうなく令和6年8月20日、永眠いたしましたと伝えている。 田中敦子さんはニコール・キッドマン・ジェニファー・ロペスなど数多くの吹き替えを担当しアニメでは「広角機動隊」「草薙底役・ジョジョの奇妙な冒険」「リサリサ役・サラリーマン・キンタロウ」スエナガ「末永ミスゞ役」「フェイトスラッシュ・ステイ・ナイト」「キャスター役」「呪術廻戦」「花尾役」「早々のフリーレン」「フランメ役」などで知られるどう思いますか気に入っていただけると嬉しいです また次回お会いしましょう。